来た。来た。大好き。君の姿を見るたびに、時々が止まらない。はい。はい、どうも。どうも。あのね、前回の2話、太郎さんのチャンネルで、そうですね、これ概要欄に貼ってるんで見てください。はい、僕らが今。こんなご機嫌な興奮ね、興奮状態ということで続行ということになりました。そうですね、行きましょう、泣いてあります、okay、現在の所持金はデデデン56,000。おー、あるね。ちょっと負けです。ちょっと負けはね、まだちょっと負けだね。こっから取り返したらもう、はい、完璧なんで行きたいと思います。全然テンション変わってるね。もう2人でなんかワイワイ話しながら、okay、ここ行こう、ここ行こうっていう感じで行きましょうか。 OK です、よいしょ。はい、はい、ということで行きましょう。はい、トマナメの12です。はい、準優勝戦なんですけど、ずっと荒れてます。はい、で、今回も前付けがあります。はい、で、僕は2の杉山選手と4の河村選手がいいと思ってるんで、はい、2から1、4、全、まあ、全マッシュ最高っすね。500円、十分っす、10万までいく可能性がある、200倍とかもあるん で、 4がいいと思ってるんで、4、1の2、3、6、はい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 、4が刺して、河村亮選手ね、そう、それはいいっすね。1000円、はい、4まくっちゃった場合、はい、スロー勢が1も来ない。4から236236、外が3と6なんで、4の外が3と6なんで、ついてきた場合、はいはいはい、500円、いいっすね。これつくんで、あら狙いはこんぐらい手広くね。ちょっと一応怖いの言っていい、怖いの言ったら買ってくださいね、怖いの。今のとこはちょっと買いましょう、それ。え、なんすかこれ。これは14からの256っていうのを買おうかなと思ったんやけど、なん、いや、ちょっと待って、何倍か見ろ、はいはい、今のところ、太郎さん怖いなって言って、そこに書いてたやつ全部それ当たりなんでね。14の256は10倍、26倍、3 29倍やから、抑えでも十分じゃないですか。1000円ずつとかで、はい、3000円だけ十分やと思います。十分買っといていいと思います。買っとく1000円、インが逃げた時まだ楽しみに残るっていう、それはありますし、いっときましょう。3000円は太郎さん14買うわって言って走ってて間に合わなかったっす。14の256、これ間に合わなかったって。でも走る努力をした。そうですね、うん、多分足はダントツで速いですもんね、太郎さんが。いやいや、こんなもう走られない。本当怖いですね、確かに。うん、でもまあ、いや、行ってくれ。さっきから2と4スタートで2を4に利用。このスタートは2行け。4行ってない？ 4行け。え、これ1よな。これ、おぉ、3が10、4、1。そっかー、逃げるや。これ14ですか。13っすね。まあ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 、危険なんだった。これは僕ももう、あの、逃げない方を狙いたかったんで、うん、まあ、逃げられたらもしゃあないですよ。13、4、まあまあまあ、しゃあないですね。143も買ってなかったんで、これはまあ、うん、これはまあしゃあないですわ。はい、はい、ということで、はい、ちょっとまあ軽くいきます。うん、浜名湖12レースなんですけど、まあ徳松選手の運勢ということで、うん、逃げ堅いレースなんで、うん、であとはもうシンプルに考えました。2コース調子がいいのは2コース星選手と6コースタイムス、うん、矢野選手、タイムス選手、矢野選手、矢野選手、はい、タイムス選手、はい、矢野選手かタイムス選手、はい、はい、めちゃくちゃ6コースコースの成績が良かったんで、うん、もう普通に1の2、6、2各3000円で、記録にやったらまあまあ厚ですね。新入力やったらまあ2万円くらいになるから。いや、いいっすね。まあちょっと軽く投資6000円でいきたいと思います。一番人気じゃないか。レッツゴー。こうやったらマジで悔しいです。いや、ボール来てるから4遅れてるな。でもいいな。いや、でも6も来てるね。1にやったらまあまあ、うん、5行ってくれて、3とやって1逃げて、あれ6入ってこいよ。これ1、6なるぞ。よし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 、5、6だって、1、2、5はほんまに悔しいですけど、まあこれは割と1、2、6安いかな。3が外はあって、そうですね、3外行って流れる、6の6で来る、オッケー。
る前やな。しかしこう来てますね。いやまだ全然あるとは思うんですけど。あれ、よく動いた、よく動いた。あ、すごいよ、これ強盗です。ただ1回走ってた。ロック上手いけどな。あー、届けそうなんですけど、まだ強盗が出てんのか。いやでもロックも、もう出てんな。強盗が意外とやっぱ頑張ってますね。こっちゃなよ。ちゃんとこうやり合ってくれないと。うん、そっと左打ちで。ロック来る、くる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 、これ来る、落とせ落とせ落とせ。うわー、取れたんだやっぱり。下に2、3くらい。いいっすね。うん、もうなんか1、2か1、2すごいっすね、浜田君。ロック来てるけど。今日の僕らやったらこれ良くなりますよ。いや、来てる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 。今日の僕らやったらこれ良くなりますよ。来てる来てる。ほら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 、来た、来てる。浜田崎の再現だよこれ。うち行ったら回れない。オッケー、これ6だった。6だった、絶対6。さすがーだー。やっせー。こんなんある。完璧っす。きた、今日の僕ら最高なんで。やりました。本当にですね、そんなに面白かったっけ。最高っす。うますぎ。3連勝やもん。きた、前の動画から。はい、3連勝中です。うまい。すみない、大丈夫ですか先生。すみないは、任せます。2点だ。もうちょっと自信を持ってアップ貼っとったらとか思うんですけど、見慣れた光景になってきました。2万100円になりました。もうでかい。順調に順調に取り返しております。はい、ということで、次はガマゴーリの5レースをに手を出しました。はい、まあ結構人気が割れてて、2頭やら4頭やら売れてるんですけど、まあ要はインコースが逃げが信頼されてないレースなんですけど、まあ、あの前走ガマゴリで逃げてるんですよ、昨日ね。昨日、うん、まあ、全然逃げもあると思うんですけど、オッズが最低でも1、2、4、16倍、それが20倍とか80倍、40倍とかついてるんで、うん、逃げだけ期待して、穴の逃げです。逃げたら1の2、4、0、逃げたら、まあ、当たりです。当たり、これはそこだけ注目ね。はい、逃げなければもうスパッと冷静をつけます。レッツゴー。昨日のインと一緒よ。くれんなよ。いってー、逃げそうにはないっす。いや、逃げそうではないっすよ、これは。これはオペだよな。これは無理か。2膨らめ。あ、無理や、もう。あんなオペやる。そうか、これはしゃあないっすわ。まあ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 、2分1言ってたんで。どうしたの？大事件が発生しました。どうしたの？どうしたの？今ガマゴーリの結果、2、3、5、うん、ホッとしております。え？はい、今なんか見てて、あれ？このゴーリ7レースって何やって思って、僕1の2、4、0、5レース買ってたのこれ7レースって書いてました。勝ちやん。はい、とりあえず8000勝ちます。えぐい。あとはちょ、ガマゴーリ7レースの、うん、おあの出走表だけちょっと見てみます。あの乗ってる。この次のガマゴリの、さらに次のガマゴリです、ね、これは乗ってます。乗ってるね。多分当たります。確かに乗ってる。乗ってます。流れがいったかなって言ったけど、いってないよね。流れなくなった思ったら、別に僕ら外してなかったっていう。うまい、完璧です。じゃあ隅の6です。はい、今流れ乗ってますので、ノリノリですので、湯川選手3コースなんですけど、成績よし、はい、回り足1位、直線1位、はい、一周タイム1位、はい、完璧。3から1、2、5、1、2、5、あーす1000円です。まあつきますね、3点で20倍、19倍以上つくんで、はい、最高でまあ3、4万ぐらい、はい、で、インコース、西村選手2コースいて、インコースが次ぐらい逃げた時の湯川選手の2着付けで1、2の3、1、2、1000円やねんけど、これ本当は2000円したかったら同じの買いました。はい、同じの買って2000円。3の2着コートですね。そう、これもまあ1万ぐらいつくから、あれば2万ぐらい十分です。そうですね、完璧ですね。じゃあこれでいきたいと思います、はい、今乗ってるんで。レッツゴー。あの、緊張してるな。これ結構硬いんじゃないですかね。まあ1日3が大体、うん、スタートいってくれ。
五いってない？五めっちゃやばい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 、これはやばいやっちゃう。誰か止めろ。あ、ゆかさん止めた。あ、止まってないわ。させ。あ、そっか、サンクワードか。うわ、これはあかん、これはあかん。あ、それはこれは無理っすわ。いや、何もない。こんなんもつくでしょ、かなり。荒れてるな。こっからゆかさん抜かすわけないっすか。さすがにないか。いやさすがにないっすね。はい、ありがとうございます。初のパターンっす。あの、ガマゴーリ7レースの船券あるんですけど、あるね、しばらく先なので、この結果は太郎さんのチャンネルでありがとうございます。お願いします。2往復目です。最近4話を、最終回ですね、担当ですね、太郎さんのチャンネルでやりたいと思います。新幹線の話ね。そうですね、そうそう、帰るのは時間になってきたんで、ということで、あの、この続きは太郎のピリさん、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。行きましょう。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。はい、ということで次が最終回となるんですが、まあ僕らワンフォールのチャンネルを全結構前から見てくれてる人やったら、僕が間違えて買った船券がどうなるかはまあ分かってるかなと思うんですけど、よかったら、太郎さんのチャンネルで見ていただけたらとは思いますので、高評価、チャンネル登録と高評価、太郎さんのチャンネルもチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。